スターダートマックス、3DS マックスで 3DCG を始めよう。こんにちは。このビデオではアニメーションの基本概念とキーフレームを作成していく手順を解説します。アニメーションとは複数の絵を高速で切り替えることにより絵が動いて見えるようにする技術です。この絵が1秒間に何枚切り替わるかを示す数値をフレームレートと言います。フレームレートは FPS という単位で表します。 フレームレートが上がるほどアニメーションが滑らかに動いて見えるようになります。3DS Max ではキーフレームというポーズを作成し、間を埋めていくことでアニメーションを作成できます。30fps ですと1秒あたり30枚の絵が必要になりますが、すべての絵を自分で作成するわけではなく、キーフレームとキーフレームの間のポーズをソフトが計算して保管してくれます。実際にアニメーションを作っていきましょう。 時間設定を開くとフレームレートやアニメーションの長さの設定ができます。NTSC にチェックが入っていれば 30fps になっているので今回はこのままで大丈夫です。アニメーションスタートとエンドのフレームはこちらから変更可能です。時間設定を開いていなくてもタイムスライダー上でコントロールキーと Alt キーを押しながら左ドラッグでスタートフレームの変更。右ドラッグでエンドフレームの変更ができます。 作成した球体にキーを打っていきます。タイムスライダーにあるこちらのボタンを押すか N キーを押すことでオートキーを有効にできます。オートキーを使用することでオブジェクトを動かした時に自動的にキーを打つことができます。タイムスライダーを動かしてオブジェクトを動かすとキーが打たれます。キーが打たれるとタイムスライダーに色のついたマーカーが作られます。移動、回転、スケールがそれぞれ別の色のキーになっています。 赤が移動、緑が回転、青がスケール、黒がその他、白色が選択中のキーをそれぞれ表しています。次にセットキーモードについてご紹介します。タイムスライダーのボタンからセットキーモードをオンにします。セットキーモードではオートキーモードのようにオブジェクトを動かしただけではキーは作成されません。 スフィアを動かしてからこちらのキーを設定ボタンを押すか、K キーを押すことでキーが作成されます。デフォルトですと、移動、回転、スケールにキーを打つことができます。この時打たれるキーはタイムスライダーのキーフィルターで設定されている項目になります。オートキーとセットキーがどちらも無効の状態では他の時間もまとめてオフセットする挙動になります。 キーを打ってしまった後でもオフセットしてまとめて動かせるので便利です。K キーやキーを設定ボタンでキーを作成できるのは他のモードと変わりません。キーはドラッグすることでタイムスライダー上を移動できます。シフトキーを押しながらキーをドラッグすることでキーのコピーができます。 キーを削除するにはタイムスライダー上のキーを選択してからデリートキーを押すか右クリックして出てくるメニューから選択されたキーを削除を実行します2箇所にキーを作成したのでタイムスライダーをドラッグして動かしてみますキーとキーの間が保管されて動いているのがわかると思いますキーをまとめてスケールしたい場合はタイムスライダーを右クリックし設定 選択した範囲を表示をします。タイムスライダーの下にバーが表示されるので、キーを選択してから動かすことで、選択しているキーの範囲をまとめてスケールすることができます。作成したアニメーションを再生するには、こちらの再生ボタンを押すか、スラッシュキーを押します。 こちらのアイコンを押すか、ドットキーとカンマキーで1フレームずつ動かすこともできます。メインツールバーやこちらのアイコンからグラフエディターを開きますと、キーフレーム間の保管の状態をグラフで確認、編集ができます。キーを選択するとハンドルが表示されます。 ハンドルを動かしてアニメーションに緩急をつけてみましょう。再生すると緩急のついたアニメーションになっていることがわかると思います。アニメーションの基本についての説明は以上になります。次回はキャラクターを動かしてみましょう。スタートアットマックス。ご視聴いただきありがとうございました。